ベネツィア最後のドージェ、ルドビーコマニンのゼッキーノゼッキーノは、ベネツィアの金貨で、フィレンツェのフィオリーノと同じ重さである。1284年から、ベネツィア共和国で発行されていた。また、ドゥカートという名前でも知られていた。フランチェスコ・ベニエル総督により、当初一般的に、ゼッキーノと呼ばれた。この時期には7リラ12ソルドの価値があった。 分割された半ゼッキーノや4分の1ゼッキーノ、まとめられた2、3、10、12、100ゼッキーノなどが発行された。共和国の滅亡後は皇帝フランス2世の名前でオーストリアから発行された。表面にはドージェが聖マルコにひざまずいていて、裏面はキリストが描かれている。ベネトのゼッキーノの金がに有料は時代によってまちまちであったが、 平均3.494から 3.559g の重量で純金であった。17世紀の初めのベネツィアにおいて、10リラの価値の一絶金の銀貨が鋳造された。イタリアにおいて、ルッカ、ジェノバ、ローマ、ボローニャなどの鋳造所で、この名前で貨幣が発行された。トスカーナでも、カルロエマヌエーレ3世や、マリア・テレジアによりロンバルディア用に発行された。 スレーマン一世のゼッキ異の貨幣は、ロードスキ師団やマルタキ師団や中東のキリスト諸国にも使われた。さらにこの名前は1478年頃には、オスマン帝国の貨幣にまで持ち込まれた。ありがとうございます。